鷹狩り行列。どうも、埼玉の妹こと埼玉一人暮らしです。私は埼玉県さいたま市に暮らす人よりちょっとお出かけが大好きな普通の女の子。あら、なんだかのどかな駅に到着しましたよ。さて、今日私はどちらに向かってどんな楽しいことをしていくのでしょうか。私は生まれも育ちも埼玉なんですが、こちらの駅に降りるのは久しぶりかな。どれどれ、どんな街並みに変わっているか見ていくのが楽しみです。わあ、ずいぶんと開発が進んだように感じますね。こんな駅前のロータリー、こんなにコンクリートで埋め尽くされてたっけ。あ、なんか書いてある。何？何やるの？城下町岩槻鷹狩り行列？あら、駅前に出てみると元気なお姉ちゃんがお歌を歌っています。頑張れ。うん、そしてそしてどんどん先へ進んでいくと人形の夜作なんて書いてあるね。あ、そっかそっか、ここ埼玉市岩槻区っていうのは人形の町で有名なんだね。人形作りをしている職人さんがいっぱい住んでるんだって。そしてそして、どこかで見たことある方がいますね。そう、埼玉市長清水隼人さんがスピーチされていました。そしてこちらのイベントの主役、見て、鷹匠さんたちが自慢のね、鷹をこしらえて写真撮影を行っております。そう、鷹狩りってどんなことをするのかみんな知ってるかな。うわ、すっごい目が赤くて珍しいね。ずいぶん近くで見ると大きいんだね。鷹ってかっこいいね。と、そんなことをお話ししていましたら、鷹狩りの様子を披露してくれています。えらいお父さんの手元に鷹が戻ってきました。鷹狩りってこんな感じで行われるんだね。そもそも鷹狩りって何なのかなって調べてみたら、昔ね、江戸時代、徳川家康が鷹狩りを趣味にしてたんだって。鷹狩りっていうのは、手名付けた鷹をね、空に放つんだって。そうすると鷹が小動物を見つけて捕まえてくるんだって。例えばウサギだとかネズミだよね。そういった小動物を捕まえてきて、食料だとか動物のね、餌にしてたそうですよ。まさかね、徳川家康の趣味が鷹狩りなんて知らなかった。で、ここ岩槻のところにちょいちょい遊びに来てはお茶をね、飲んだりして帰ったそうですよ。そんな時の様子を再現してるのが、この鷹狩り行列のイベントなんだよね。あ、徳川家康かな。あれ、徳川家康の将軍役のお父っつぁんかな。そしたらそしたら、私のお口はしばらくチャックして現場の様子をお届けしたいと思います。どうぞ。で、おそば衆ですね。そば衆とは、将軍のおそばに常に出し、御用の取り次ぎなど、いわば現在で言うなれば秘書の役職で、ってな感じでね、皆さんね、有志で集まった人たちがこういった行列に参加して、こういった着物をね、着たりしてあんぎゃーしてくれてるそうですよ。
しかったな。鷹狩りの行列眺めたらなんだかお腹が空いてきちゃいました。そしたらなんか黄色い看板が見えたからついつい入ってしまいました。そう、皆さんご存知、二郎系ラーメン、二郎だよね。ニンニク、うましまし、野菜多め、油多め、全部でお願いしますなんて言ってね、こんなことばっかりしてるから太っちゃうんだよね。いかがでしたでしょうか。今日も変わらず私は埼玉県さいたま市をうろちょろうろちょろしていたの。そこでお会いすることができたのは城下町岩槻での鷹狩り行列でした。今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いているよ。紹介していくね。最初のお兄ちゃん、赤目太郎さん、もういわきに帰ってきて船乗りになっちゃいなよ。カムパーク船乗りさん、いいね。私ね、でもね、三半規管めちゃくちゃ弱いんだよね。次のお兄ちゃん、ヤマさんさん、いわき生活お疲れ様でした。いわきで自分探しができたみたいで何よりです。いわきはいつでも暖かく迎えます。あー嬉しいな。私の故郷は埼玉だけじゃなくていわきもあるんだよね。嬉しいな嬉しいな。故郷がいくつあってもいいことだよね。今日も最後まで見てくれたあなたが大好き。また次回もお楽しみにね。また見てよね。約束だよ。バーいっぱい。お腹は一人暮らし、ファースト写真集、メルカリにて販売中。詳しくは概要欄のリンクから飛んできてね。